ヒロカには本当にいろんな種類の個性が登場しますよね。あなたは誰のどの個性が欲しいですか？なんかうさんくさくなってきた。ということで、こんなコーナーを立ち上げてみたいと思います。何でしょう。あ、個性の使い方。なんだろうこのうさんくさい感じ。さあ、あなただったらヒロカに登場するヒーロー、ヴィランの個性をどのように使いたいですか？そんな個性の有効活用法を考えて、そして送ってもらうコーナーでございます。山下くん、はい、実際に使ってみたい個性。ありますか？そうですね。あ、もうなんか今個性が強すぎて入ってこないんじゃん。確かに俺も読んでてね、ただ読んでた。入ってこないんじゃん。まあだからいろんな個性ありますけども、はい、どんな個性があったらどのように使いたいかと、みんなでこうちょっと面白おかしく討論しようじゃないかと。どういう使い方ありますかね。僕的にはうららかさんのゼログラビティ使ってみたいなって思ってるんですよ。使ってどうすんの？あのビジネスにします。大体ビジネスになるけどね。宇宙体験。ああ。無有力体験をさせて、いくらか皆さんから徴収すると。徴収しようかなと。それで言ったら別に、八百万のさ、想像なんて最強ですよね。うん。いや、ここにね、例題として、八百万桃の個性、想像。なぜなら、限定で買えなかったフィギュアを想像するってあるんですけど。買いがない。ほら、いや、犯罪ですからね、これ。買いがないし、ダメですよ、こういうの。そういうの、やっぱね、持つべき人が持つんですよ。ヤオモモじゃなかったら、これ悪さに使っちゃう人いますから。そうですね。ヤオヨロズさんの性格があってからの、ちゃんと使えてるのが、ね、個性ですね。カジさん的には何かあります？僕、はい、まあそうだな。いや、想像ですね。妄想の方じゃない。妄想妄想って個性何なんだ想像ですよ、もう。想像。想像して何する？想像して。やっぱ買えなかったフィギュアを。ピーポーピーポーってもう病院運ばれてないですよ。ウィーだ。僕特にフィギュア集めてないんで大丈夫ですけど。